カリフォルニア州の市場で売られるミゾコブシボラ、ミゾコブシボラと乱納。ミゾコブシボラは、コブシボラ科に分類される巻き貝の一種。アメリカ合衆国沿岸に固有の大型種で、本来は北米東岸の大西洋の種であるが、太平洋側のサンフランシスコ湾にも外来個体群が生息する。肉食性で主に二枚貝を捕食する一方、人間の食用に利用される。 方法が溝状になるのが特徴の一つで、首相名コナリキアレイトスや和名はこれにちなむ。本種は、溝拳ボラ属ビジーコタパスウェーンズ、1943のタイプ種で、サンフランシスコ湾の外来個体群の由来は不明で、あるが、東岸では、柿群集などにも見られることから、柿船で運ばれた可能性や、西海岸地域の市場でも中華料理などの、 材料として生貝が売られることから、市場関係者が生きたまま投棄したものが繁殖した可能性などが推定されている。いずれにせよコブシボラ類は大西洋固有の群であるため、本種の外来個体群は太平洋に生息するの唯一のコブシボラ類となっている。貝殻は大型、最大で体か 200mm、各径 125mm 前後になり、多くは右巻きだが、 時に左巻き。ラト層は低く、体層が膨らみ、下方に向かって細まる一軸型。ラソ層は5から6層で、方法が四角い溝状となるのが顕著な特徴で、種名や和名はこれにちなむ。肩は、明瞭に角張り、上層部では尖った、小結節が並ぶが、成長とともに、結節は弱まって、単なるキールになることが多い。角表には、褐色の殻側を被り、 その表面には、単毛が密生する細かいラジオが多数あって、フェルト状もしくはベルベット状とも表現される。しかし単毛や殻側は、部分的に剥げていることも、少なくない。各本体の色は、白色のものから、泡肉色、あるいは肺褐色のものなど変異があり、赤みがかったり紫がかったりもする。殻口は広く、下方は細まって開いた、水管口になっている。 軸唇は単純でヒダなどはない。角口内の色も開白色や淡い褐色、あるいは仙台大色など個体変異がある。蓋は褐色の角質で厚く、角が下端にある木の葉型、水管口を除いた空口の大部分を塞ぐことができる。軟体の内露し粒はくすんだ泡褐色で、そこに褐色微斑を多数散らす。子設の中歯は三歯尖り。 内湾的環境の長艦帯から旋回までの砂底や砂底底に普通に見られる。海底を捕腹したり、砂底中を埋進しながら埋生する二枚貝が水管から出す噴出水を感知し、二枚貝を見つけると巨大な腹側でつかむように捕捉しながら獲物の殻を自分の殻公園に当てて壊し、壊れた隙間から糞を挿入して何体部の実を食べる。また、 埋在性の二枚貝のみならず、付着性の二枚貝である、ムール貝やカキ類などを捕食することもあり、二枚、外群衆にとっては時に大きな脅威となる。私有遺体で交尾によって受精し、メスは特徴的な形の卵塊を生む。卵塊は数十個から百個ほどの卵納が一本の紐で、連ねられた例のような形で、その一端は石などに接着される。 一個の卵脳は、円が薄く鋭い円形のクッション型で、表面に放射状の筋がある。一個の卵脳には二重から五十個の卵が入っている。卵が卵脳内で違いにまで成長してから生い出す。直達発生だが、先に孵化した違いが他を食べてしまうため、すべてが違いとして孵化するわけではない。卵脳界の一部はしばしばちぎれて漂流することがあり、これも、 個体分散の役に立っている。化石種も含めた拳ボラ類の種は、古くは糸巻ボラ科やエゾバイ科、カンムリボラ科といった形の似た様々なトガ。しかし、消化器系の構造などからエゾバイカに分類するのが妥当であるとする論文が2004年に発表されると、それに従いエゾバイカの拳ボラー科として扱われることが多くなった。 さらに2015年10月に出版された、コブシボラ類のモノグラフでは、コブシボラアカをトガに昇格し、コブシボラカとして独立させる考えが提唱されたため、海産動物のデータベースであるワームズでも、2015年12月に、分類先がエゾバイカのコブシボラアカから独立のコブシボラカに変更された。本種は、ミゾコブシボラ属ビジーコタパスウェンズ、1943のタイプ種で、 方号が溝状になり、その溝の断面が方形を呈するのがこの属の特徴とされる。溝拳ボラ属を拳ボラ属、ビジーコンローディング1798のア属とすることもあるが、一般には独立の属として扱われることが多い。この属の種として、海産動物データベースのワームズなどでは、以前は溝拳ボラに加え、ビジーコタパスプラゴズスと、 ビジーコタパススプイレイトスの計算子を置いていたが、ピトゥーメイヤーズのモノグラフで、ミゾコブシボラ以外の2種が、別属のフルガラプシスマークス、1952移されたため、ワームズでもこれを受けて2015年12月以降は、ミゾコブシボラ一種のみをミゾコブシボラ属に置いた。北米で主に、イタリア料理や中華料理の素材として用いられ、特に、 イタリア系アメリカ人の間では禁煙酒と共にスクンジーリーの名でパスタ料理やサラダに利用される。また市場では時にペアコンクの名で売られることもある。ありがとうございます。